会社中のデスクチェアを全部取っ払って、あのこのバランスボールに変えちゃった会社もあるんですって。ほんとほんと。どうも皆さんお疲れ様でございます。小山です。大変お待たせいたしました。やっとこそはですね、私のダイエット企画ゆとりダイエット、小山式ゆとりダイエットの、動画がを、収録しております。大変長らくお待たせいたしまして大変申し訳ございませんでございます。今日はね、何をやるかと言いますと、ちょっとね、今日アクティブにやっていこうと、アクティブコインでございます。ね、まあ、普段皆さん、テレビを見るとき、まあ、パソコンですね、パソコンやるときとかは、どういう体勢で、やられてますでしょうか。ね、はい、デスクチェア、デスクチェア、はい、デスクチェアに座ってやられることはほとんどですよね。はい、そんな中ね、デスクチェアにをあるものに変えるだけでですね、このお腹周りの軽い、まあそんなに負荷はかかりませんけど、軽い筋トレストレッチぐらいになるというようなですね、ものすごく素晴らしい商品でございます。でね、それをもう私ゆとりダイエット始めて1ヶ月後ぐらい、エアロバイクの動画のあたりですかね、うん、そのあたりから実はそれに変えておりまして、もうデスクチェア捨てました。マジで本当に捨てまして、今はそれに座ってやってます。ご紹介しましょう。どうぞお入りください。はい、ご紹介しましょう。バランスボールくんですね。これね、こうですよね。わかりますか。これにね座るんですよ。これに座って、パソコンします。で、私これゲーム実況中もこれずっとこれに座ってます。これに座って、まあ、例えばゲームして、その実況を編集、動画をこうね、動画編集するときに何時間もこうパソコンに向かってこうってやってるわけなんですけども、ずっとこれに座りっぱなしです。で、なぜこれがいいかというと、こう人間の体でどうしても楽をしようとして、デスクチェアに座ってると、どうしてもこういう風になったりですね、うん、こういう風になったりですね、楽な方に楽な方にこう逃げようとするので、こう骨盤が曲がっちゃったりするらしいんですよ。で、それを防ぐ、で、もしくは、こう一旦曲がってしまった人もそれを直してくれる作用がねあるらしいんですね。これはいいですよ。こうですよ。このキーボードを押すときも、エンターを押すときはこうジャンプした勢いでこういきますからね、うん、まあそんな感じで、これがね、最初のうちはこれ始めてすぐのときはね、もう2時間持たなかったね。もう筋肉痛になって、なんかもう筋肉痛っていうか、なんか疲れるんですよ。とりあえずこの辺が、うん、でこれはちょっとやめようかなと思ったんですけど、意地でもということでずっと続けてたら、今ではもうこれが逆にもういい感じ。これね、こういうこれね、見えてんのかな、これはこれ座ってますかね、うん、だからね、誰か敵が来てもすぐ戦える。わかりますか。こうやってパソコンしてても、こう早い、ね、すぐ動ける。これがいいと思います。うん。でね、気をつけなければいけないポイントが一つあります。ここに慣れてくると、もう座り心地良くなっちゃって、寝落ちしてしまいそうな時があるんですね。例えば深夜3時。こうマウスいじりながら。こうなるわけですね。眠たくなっちゃう。眠たくなっちゃう。その時ね、こう寝てしまうと、という、これすごいことになりますから、これ気をつけてください。
でもここにね、本当にね、来るんですよ。うん、もう座るだけでいいんですから。これ以上のゆとりがありますかって話です。はい。これは超おすすめですね。うん。なんかね、あの、聞くところに言うと、これ私、Amazon で買ったんですけど、サイズが、まあ、身長が165以上で180以下の人は大体これぐらいっていうのなんか目安があるんですよ、うん、でそれで自分の身長に合わせてこれ買いました。はいね、相棒です。でこれ空気の量をね調節すると、空気を思いっきり入れるとさらにきますんでね、はい、試してみてください。使ってるとこう空気抜けてきますから、抜けてくると結構ここは楽になるんで、うん、で皆さんご自宅のね近くにこのホームセンターはありますよね。あるとは思うんですけど、まあ、ちょっと例えば山の方にお住まいの方とかね、まあこう周りにねまあ車持ってなくてちょっと買いに行けないっていう方のために一応リンク貼っときますのでやってみてください。これね諦めずにね続けることが大事です。はいね、早いでしょ。これがデスクチェアだったら一回こうね、一回このワンアクションが必要なんですけど、もうこの場合はもうみたいなことができますから。でとにかくね、僕私はねこのパソコンやる時のね姿勢がすごく悪かったんですよ、うん、なんかねこっちの足を、わかります、こうこっちの足をこう左の足の下に入れる癖があって、それでずっと座ってたんで骨盤もねなんかこうなんかこんな感じでしたよ。もうこんな感じだったんですけども、それが今ではこうですねちょっと大げさに言いましたけど、はい、でもそれぐらい腰腰痛は全然なくなりました本当に、うん、なのでおすすめです。はい、でねなんかとある会社では会社中のデスクチェアを全部取っ払って、このバランスボールに変えちゃった会社もあるんですって。ほんとほんとらしいんですよ、うん、あとはね気が向いた時にねこれ腹筋もできちゃう腹筋もできちゃう腹筋もできちゃうっていうね、うん、3回言いますよ。大事ですから。結構効くんですよ、これ。はい、といったところでしょうか。まあ、デスクチェアをこのバランスボールに変えるだけで、まあ、軽いストレッチ程度のこのお腹周りの、運動になると、そして腰痛も改善されると、そしてすぐに殴ることができる。これが一番の利点だ。皆さん試してみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。Say ya!